怪物、なんとか振り切れたかな。もう大丈夫、すぐ安全なところに。
生懸命頑張っていればきっと光が見えて。
破られるのは時間の問題ね。まったく、一体何が起きて、わけがわからないわ。それこそドッキリとかだったりしてね。実は映画の撮影とかだったら嬉しいサプライズだったんだけど。まあいいわ、銀幕デビューのオファーとでも思ってとっとと切り抜けるわよ。そうね、若葉とアキラもきっと無事でいてくれてる。先輩としてこんなところで諦めるわけにはいかない。リオンだってそう思ってるはずよ。そういえばここってあの子の秘密の練習場だったそうね。だったら私たちもとことん意地を張るとしましょう。バリケード！こうなったら崩れる瞬間のどさくさに逃げるわよ。
全てが終わった後、またスピカで最高のステージを届けるために。もちのろん、精一杯頑張ります。ファンの皆さんのためにも。どんな時でも私たちは完璧をもって良しとする。スピカの心意気、今こそ証明してみせましょう。時坂さん、皆さんもどうかなすべきことをなしてください。リオンのことどうかお願いします。ああ、任せておいてくれ。交代するぜ。
Thank you.
では聞かせてもらうぞ。おお、よくやったの。死の神髄掴んだようじゃな。ほんの心づけじゃ。受け取るがいい。ほれ、これはとっておきじゃぞ。なるほど、ご苦労じゃったな。この連動よく鍛えたの。ほんの心づけじゃ。受け取るがいい。ほれ、これはとっておきじゃぞ。おお、よくやったの。噂は聞いとる。さすがは我が孫じゃ。ほんの心づけじゃ。受け取るがいい。ほれ、これはとっておきじゃぞ。次も期待しておるぞ。